男子駅伝のスタート地点そばには全国の特産品を販売するブースが設けられました。4年ぶりにその場で調理されるグルメが復活し、訪れた人たちは出来たての味を楽しんでいました。佐世保バーガーと鳥取のカニ汁とお酒をちょろっと、はい、お昼からいいですね。そうですね、楽しませてもらってます。能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県のブースでは義援金の受付が行われ、募金する人の姿が多く見られました。いつ自分の身にも起きるかわからないし、人ごとと思えないですよね。また沿道では選手が目の前を走ると県の垣根を越えてエールを送っていました。他県の人もたくさん石川県を応援して一緒に、ね、声かけていただいてありがたいと思います。またふるさとにたくさんの元気が届けばいいと思っております。